はい、秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。創価学会の非常に問題のある体質の一つとしてですね、創価学会を批判する人に対して、非常にこう弾圧するとかですね、あるいは創価学会を辞めた人、あるいは創価学会の幹部だった人で、池田大作氏を批判して、創価学会の外に出た人を、まあ、執拗にですね、こう弾圧するということが一つあるわけでございます。で、今までの事例で申しますと、例えばこの方ですね、元創価学会顧問弁護士の山崎雅智氏ですね、この方に対する執拗な攻撃ですね。はい。それから元創価学会のこれは教学部長、あるいは大学連盟編集発行人だった原島隆氏に対する非難攻撃ですね。はい。それからですね、この方は元創価学会の副会長だった福島源次郎氏に対する執拗な非難攻撃ですね。それから公明党の都議会議員であった藤原紀正氏に対する必要な非難攻撃、それからですね、元公明党の書記長、そして委員長を歴任されました、矢野純也氏ですね。はい。この方に対する必要な非難攻撃、まあこれはまあ裁判とかにもなった一件もございました。はい。そういうわけで、こういう、まあ、今挙げた方々はですね、元創価学会の最高幹部だった方、あるいは公明党の最高幹部だった方々でありまして、まあ、そういった方々が池田大作氏、池田名誉会長にを批判してですね、そして創価学会を辞めるということになった後ですね、執拗にこの非難攻撃をするということが続いておったわけでありますね。で、これに似たようなことでですね、創価学会を辞めた信者さんに対しても非常に攻撃をすると、その辞めるなという圧力をかけたりですね、あるいは辞めた後にいろんな圧力をかけるということがあって、まあ、その辺の苦情がですね、まあ、仏教数学研究会の方にもたくさん来ているということがあるわけでございます。で、これがまたね、これは昔の話ではなくてですね、まあ、これはもう最近の創価新報なんかにもですね、非常にこの退転するなとかですね、あるいは創価学会を辞めた元幹部に対する非難攻撃が、まあ、執拗に載っているわけであります。で、これはですね、2020年3月18日付の創価新報でありますが、この中に第3回反逆者の共通の構図という記事がこうやって載っているわけであります。で、まあ、これを言いますとね、その創価学会を辞めた幹部、まあ、そういう人たちを反逆者というふうに呼んで、まあ、非難攻撃してるわけですね。で、それは非常にこの仏教的にその間違ったことだと言って、で、獅子神中の虫が光線ルーフを破壊すると言って、まあ、口を極めて非難してるわけですよ。はい。で、これを見ますと、小説人間革命、新人間革命に学ぶというふうに書いてあるわけでありまして、この小説人間革命も、新人間革命も、まあ、池田大作氏が執筆した
ものだということでありますから、まあこういう非難創価学会を辞めた元幹部に対する必要な非難攻撃っていうのは、まあ池田大作氏の指導のもとに行われているというふうなことが言えるわけですね。はい。でですね、最近その非難攻撃されている元創価学会の幹部だった方は、まあこの方でございますね。はい。はい。で、まあこの方は2013年に創価学会を除名になったというふうにこの創価新報には載ってるわけですね。で、まあいろいろ書いてありまして、それで、まあいろいろ非難攻撃をされているということであります。で、まあこの人の場合はですね、まあいろんな即死かぐらましたとかですね、まあいろんなことが書いてあります。で、この方は最近まあ YouTube でのチャンネルを持っていて、それでまあそこでまあ反論をしていらっしゃるようでありますけれども、まあそれはそれとしてですね、まあ私が言いたいのは、その創価学会がまあ組織ぐるみ、まあもうこれ、小説人間革命、新人間革命に学ぶって書いてあるわけですから、これは池田大作氏の指導のもとに、そういう創価学会を辞めた元幹部、池田大作氏を批判して、辞めた幹部に対する罵詈雑言というのは、まあ、池田大作氏の指導のもとに行われていると、組織ぐるみとして行っているということでありますからね。こういう体質、まあもっと言うと、その創価学会を辞めた人に対するその圧力、あるいは辞めるなと言って、その今の会員に圧力をかけていること、まあこれなんかもですね、事実上、その今の創価学会の会員に対して、創価学会を辞めるなと言ってるに等しいわけですよね。まあ事実上のその圧力だと。いうことでありますけれども、こういったことは、まず、その、日本国憲法の第20条にあります、信教の自由に対する違反であると。これはもう明確に言えますね。それから、まあ、当仏教修学研究会では前から言っていることでありますけれども、国際人権 B 規約の第18条の第2項、何人も自ら選択する宗教または信念を受け入れまたは有する自由を侵害する恐れのある強制を受けないと。この条文に明確に違反しているということが言えるわけでございます。はい。そしてさらに言うと、世界人権宣言ですね。はい。その第20条の第2項には、何人も結社に属することを強制されないというふうに書いてあるわけでありまして、この条文にも明らかに違反しているというわけであります。もう、日本国憲法違反ですよ。そして、国際人権 B 規約違反。でも、世界人権宣言違反と。いうことでありますんで、まあ、こういう基本のところを法規を守らない創価学会の体質というのは非常にこれ問題があると。通常の宗教としてはその取り扱われるべきではないんじゃないかと。すなわちこういう宗教団体、こういうことをやってる宗教団体はもうカルト宗教として指定して、司法監視すべきじゃないかということをですね、仏教神学研究会では申し上げている次第でございます。まあ、この、なんて言うんでしょうかね、国際、今の法規ではね、国際人権 B 規約に違反することをやっても、それを取り締まることはできないわけですよね。それに対する罰則、ということが、その要するに、
例えば日本でそのこの国際人権ビーガーに違反することをやってもそれで罰せられるってことはないわけですよね。ですからそれを罰することができるように国内法を作る必要があるんですよ。で今だと今現在は、国際人権 B 規約違反、のことをやっても全くその音がめなしということなんですよね。つまりそのこれを取り締まる法律がない、国内法がないんですよね。はい、ですから、これはそういう新しい立法をするべきだということを前々から申し上げているわけでございます。それがいわゆるそのカルト宗教取締法という新しいその立法をしてですね、こういう国際人権 B 規約とかですね、あるいは世界人権宣言に違反する活動をやっている宗教団体をカルト宗教として指定して、そして活動を監視して制限すべきであるということを申し上げている次第でございます。まあこういうことはですね、まあ創価学会の前からの体質でありまして、今までまあ何度も国会でですね問題になったり、あるいはいろんな批判を受けてきているわけでありますけれども、全くその解決に向けて進展性が全くないんですね。で苦情とかも発生してるんですけれども、もう何の進展もない、放置されたまんまなんですよ。ですからもうこういう問題に区切りをつけてですね、新しい立法を作って、そのカルト宗教として指定して司法監視すべきであるということを申し上げている次第でございます。はい、今回の動画はですね、創価学会の問題のある体質からカルト宗教取締法を制定すべきだということを申し上げる動画でございました。はい、皆様のご意見コメントをお待ちしております。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。